スコット・ヘンダーソンスコット・ヘンダーソンはアメリカ合衆国のジャズ、フュージョンギタリスト、トライバルテックのギタリスト、1992年にギタープレイヤー氏でベストジャズギタリストに選ばれている。フロリダ州のウェストパームビーチで生まれ、スコット・ヘンダーソンは幼い頃からギタープレイに目覚めていた。ロック、ブルース、ファンク、ソウル、ジャズを聴くことに時間を費やす。 中でもジャズに、非常なる興味を感じ、ジョン・コルト・レインや、マイルス・デイビスを敬愛していた。フロリダ・アトランティック大学を卒業後、ロサンゼルスに移住し、ミュージシャンズ・インスティチュートに入学、ジョーディオリオに支持した。インストラクターの一人だったジェフ・バーリンに自分を雇う、よう売り込み、バーリンのアルバム、チャンピオンに、ギタリストとして参加し、ロサンゼルスで初期のキャリアをスタートさせる。 その後、ジャン・リュック・ポンティのソロアルバム、ファーブルへの参加で、そのアラン・ホールズ・ワース的なギタープレイに注目が集まった。チック・コリア・エレクトリック・バンドへの加入と脱退を経て、ジェフ・バーリンのバンド、プレイヤーズで活動をしたり、ジョー・ザ・ビヌルのバンドである、ザ・ビヌル・シンジケートへの参加など、精力的な活動を行っていた。1984年に、 ゲイリー・ウィリスと共にトライバルテックを結成。当初はヘンダーソンの個人バンドであり、バンド名をスコット・ヘンダーソントライバルテックとしていたが、後にウィリスとのプロジェクトとしての傾向が強まり、二人のリーダーシップの下で1990年代には、トライバルテックは最も高度なフュージョンバンドとの認知を得て、ツアーとレコーディングは2000年発売のロケットサイエンスまで続く。 その間ヘンダーソンはモダンジャズフュージョンギタリストとして広く知られるようになった。1991年ギターワールド誌のナンバー1ジャズギタリストとなり、1992年ギタープレイヤー誌の読者投票でベストジャズギタリストになる。1990年代中半からヘンダーソンは自身のブルースルーツに戻り、ブルースアルバムドッグパーティーを1994年に トアダウンハウスを1997年に、ウェルトゥ・ザ・ボーンを2002年にリリース。キーボードなしのバンド編成でプレイを構築。ギターの可能性を追求する冒険に魅せられ、続けている。2000年代後半からはトリオでの演奏も、原点回帰的に、フュージョン色も濃くなり、10年近く続いた、ブルースプロジェクトは現在は終止符が打たれた形となっている。また、 ビクター・ウッテン、スティーブ・スミスと共に、バイタル・テック・トーンズのメンバーとして2006年に2枚、組 CD をリリース。2010年以降は、ジェフ・バーリン、デニス・チェンバースとのユニットが始導。当初は、ザ・フュージョン・トリオ、最終的には、HBC として活動を継続している。同年には、STB139、翌年には、渋谷・オー・イーストで来日公演も行った。 2011年3月には自身のトリオで全国ツアーを行う予定だったが3月10日の東京公演を終え仙台に移動する途中福島で東北大震災に遭遇以後の公演はすべて中止となり10時間以上かけて東京に戻ったが空港が開かれずに台湾での公演も中止されているしかしその半年後に HBC で早くも再来日を果たし その半年後には、ミノクリニックで単身来日しているなど、新日的なスタンスに喜ぶファンも多い。また2012年には12年ぶりとなる、トライバルテックの新作アルバム、天0をレコーディング。スコット・キンゼー、ゲイリー・ウィリスと、それぞれ3曲ずつをプロデュースする形で録音が行われた。前作同様インプロビゼーションのジャムセッションを、録音してから曲に仕上げる形でレコーディングしている。 スコット自身は、メック X、ガットフェイス、N ファット、パームムーンプラザを担当。コーンバターは、純然たる、ジャムセッションから生まれたもので共作となっている。同作のエンジニアリングは、スコット・キンゼーが担当。彼の能力を買ったスコットは、HBC のアルバムでもキンゼーに、エンジニアリングミックスダウンを依頼している。2013年3月8日には、 ブルーノート東京で1日限りの来日公演も、行われ大盛況のうちに成功させている。現在はスワのスタンダードクラシックを愛用している。一時期はアイバニーズのギターも使用していたが90年代以降からジョンスワ製造のフェンダーカスタムショップのギターを使用しジョンスワ独立後にそのままスワギターに移行した。ピックアップのレイアウトは 3S。 本人によると、どのポジションでも均等な音量になるように、ピックアップの高さ、およびトーンノブを調整している。ブルース的な演奏に移行する以前は、ハムバッカーを好んで使用していた。エフェクトは、クライベビー、ボリュームペダル、独自のボリュームコントロールノブの他に、ブースト用にギーザティックの RC ブースター、ハイゲインには、メインの SD-9 の他、フルトーンをクタファス。 スペックスファズファクトリーを併用している。空間系は90年代から一貫して、ボスの SE-70 を使い続けている。コーラスエフェクトは改造したアリオンのステレオコーラスペダルを使用している。アンプはカスタムオーディオエレクトロニクス社のものを使用していた。近年ツアーブランドからフルチューブのスタックタイプ OD-100 がリリースされて以降メインに使用。 海外でのギングでは、リースのマーシャルも使用している。現在、カリフォルニアのミュージシャンズインスティチュートでギターを教え、日本の教則ビデオをリリースしている。教え子には、萩原健也などがいる。ありがとうございます。